池袋線は、東京都豊島区の池袋駅から、埼玉県飯能市の飯能駅を経由して、同市の阿賀野駅を結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は SY。東京の副都心、池袋から、練馬区や埼玉県所沢市、道県うる間市などのベッドタウンを経由して、道県西部方面を結ぶ東京県の 主要通勤路線の一つである。一方で、プロ野球試合やイベント開催時には、西武ドームへの、降落期には、秩父地方への東京都心などからの観光輸送も、になっている。新宿線とともに、西武鉄道の主要幹線であり、道線と所沢駅で接続している。歴史的経緯から、西武鉄道の鉄道路線は、池袋線系統。 新宿線系統と、その他の路線に対別でき、四線の狭山線、豊島線、西武有楽町線と池袋線の実質的な延長路線である西武秩父線を合わせて、池袋線と呼ぶことがある。特急、秩父と、と休日の有料座席指定列車、S トレーン、反応駅西武秩父駅方面間の各駅停車が、西武秩父線と直通運転を行っている。 武蔵野鉄道時代の1929年に阿賀野駅まで開業し、阿賀野駅から先の西武秩父線は1969年に開業した。そのため、阿賀野駅が線路名称上の終点ではあるものの、ほとんどの列車は阿賀野駅から西武秩父線に直通して、西武秩父駅に至ること、さらに反応駅でスイッチバックを行う必要があることから、 基本的に、反応駅止まりの、武蔵を除く特急と一部の S トレーニー外の、一般列車の運転系統としては、池袋駅反応駅間、反応駅西部秩父駅間で2分されている。さらに一部の各駅停車は、西部秩父線経由で、秩父鉄道秩父本線への直通運転も行っている。なお、前述の通り、反応駅で、 運転系統が二分されていることから、一部の鉄道関連書籍において、池袋駅反応駅間が池袋線、反応駅西部秩父駅間が西部秩父線との記述が見られるが、これは誤りである。沿線に住宅地が広がる池袋駅反応駅間とは、対照的に反応駅西部秩父駅間は、山間部を走行するため民家の数もまばらであり、 反応駅を境に、沿線風景も大きく異なる。また、西部有楽町線を経由して、東京地下鉄有楽町線及び、副都心線、さらに副都心線を経由して東急電鉄東横線、横浜高速鉄道港未来線との相互、直通運転を行っている。日中の時間帯に副都心線系統を走る列車の、うち、 各線内を特別料金不要で最速で結ぶ列車に対しては F ライナーの相性がつく。また、2017年より有料座席指定列車 S トレーンを運行しており、平日は通勤輸送に特化して東京メトロ有楽町線に、土休日は観光目的のために副都心線系統及び西部、秩父線の西部秩父駅まで運転される。 この区間は、伏線で、池袋駅から、江古田駅までは地上を走っており、カーブが続く。線路の両側はずっと住宅地である。西武鉄道の池袋駅は、東端式ホーム4面4線を有するターミナル駅。池袋駅の南側では、JR 東日本の山手線をまたぎながら、急カーブで西向きに方向を変え、山手通りをくぐって、 シーナ町駅に至る。東長崎駅は、島式ホーム2面4線で、この区間での各駅停車の対比駅となっている。江戸田駅の西側で間7通りをくぐり、高架に移行して、桜台駅に至る。西部有楽町線がトンネルから出た直後、練馬駅に到着する。練馬駅は2面6線構造となっており、外側ホームに、 地下鉄との直通列車が発着、内側ホームは池袋線の列車が発着する。最も外側の線路は通過線で、ホームは設置されていない。練馬駅から石神井公園駅までは高架複々線となる。内側の線路は各駅停車用で、途中駅には島式ホームが設けられている。外側の線路は優等列車用で、 途中駅にホームは設けられていない。練馬を出た後は練馬区役所が見えてくる。途中で豊島線が高架下へ分岐する。目白通りをまたいだ先には中村橋駅が見える。なお、目白通りの稼働橋は高架複々線化前は線路が下、道路が上を走っていたが工事完成後は線路が上、道路が下を走る。 いわゆる逆立体加工事が一晩で行われた。中村橋駅を出ると途中で練馬区立美術館と練馬第三小学校が見えておりそのすぐそばには富士見台駅が見える。この区間は互いに隣同士の駅が見えるほど駅間距離が短い。富士見台駅を出ると途中で環八通りをまたいで石寺東小学校を通過し石寺井川を越えると 練馬高の台駅に着く。練馬高の台駅を出ると笹目通りと交差し、石神公園駅に到着する。石神公園駅から、大泉学園駅付近の区間は2015年1月まで、高架化工事が実施された。ところどころに畑が混じる、住宅街を抜けて、大泉高校、道附属中学校付近で右へカーブししばらくすると、大泉学園駅に到着する。 同駅は工術の鞘山川岡駅と同様に、池袋線の中でも、特にホームがカーブしている駅である。大泉学園駅を出て夢めりあの間を抜けても、しばらくカーブが続き、直線になると、東京都道233号東大泉、田無線とほぼ並行して走る。宝屋街道の踏切を越えると、宝屋駅に到着する。宝屋駅を出ると右手に、 保谷電流線が見える。保谷駅ひばりが丘駅間の保谷高校付近に大きなカーブがある。カーブが終わり、直線になり、東京都道36号保や式線の踏切を過ぎるとひばりが丘駅が見えてくる。ひばりが丘駅を出ると右にカーブし、落合川を渡る。次の東久留米駅まで住宅街がほとんどで、この区間は緩やかな下り勾配になっている。 東久留米駅を出ると、黒目川の橋を渡り、林や畑や住宅などの間を通り、埼玉県新座市に入り、伸び止め用水を渡る。保守用の引き込み線が見えるとカーブし、新小金井街道を渡り、変則的な二面四線構造の清瀬駅に到着する。黒目川の貸し段級を越えるため、東久留米駅から伸び止め用水まで直線で、上り勾配になっている。 次の秋津駅までの間は直線が続き、沿線は住宅街や畑がほとんどである。空堀川を越えしばらくすると秋津駅に到着する。秋津駅を出るとすぐに JR 武蔵野線と交差し、マンションが見えてくるとカーブする。そして柳瀬川を越えると新秋津駅付近からの JR 連絡線と並走状態になり、所沢駅まで参戦区間になる。 カーブを抜けた後は広い丘やゴミ焼却場の煙突が、見え住宅街を走る。大きな団地群が見え、所沢立橋をくぐると大きな左カーブを曲がる。曲がるとすぐに右側に、西部新宿線の線路が見え、所沢駅に到着する。所沢駅も現在改良工事中である。所沢駅を出ると、緩い坂を上り、右へ大きく曲がり、すぐに、 新宿線をまたいで、急カーブが続く。この辺りの関東は結構きつい。カーブが終わると、次の西所沢駅までは、直線が続く。この辺りは、住宅街である。埼玉県道55号所沢武蔵村山、立川線の踏切を過ぎてすぐ西所沢駅に、到着する。西所沢駅は、狭山線の分岐駅で、 駅東側の踏切の手前から分岐が始まっていて、複雑な分岐器が連続し、埼玉県道55号所沢武蔵村山、立川線の踏切には4本の線路が交差している。同線のホームは曲がっており、すぐに南方に分岐する。同駅を出ると、ガードがあり国道463号と、立体交差し、非常に緩い S 字カーブを走る。さらに、 東川を越えると沿線に六所神社や住宅街、畑が広がる。S 字カーブが終わると上、新井の大踏切から小手差し駅までは直線である。近年線路下に新所沢駅から国道463号、所沢入間バイパスにつながる新所沢駅前通り線が立体交差で開通した。小手差し駅を出た列車は右側に、 小手差し車両基地を眺めながら進む。ここまで来ると車窓には、武蔵野の面影残す、雑木林や畑が、住宅に混ざって見えてくる。また、天気の良い時には、富士山が望めることがある。貨物輸送時代の側線を残す、狭山川下駅構内でカーブして、進路を北に変える。この側線は、深夜に車両が留置される。ほどなく、 対抗式ホームの武蔵藤沢駅が見えてくる。武蔵藤沢駅構内は通常のバラスト軌道ではなくコンクリートの省力化軌道で付設されている。駅舎改良工事とともに駅前は再開発された。武蔵藤沢駅を出発して国道463号の県務橋の下をくぐりすぎるとひたすら航空自衛隊入間基地の中を通り抜ける。 車窓東側には自衛隊の航空機を多数眺めることができる。かつてはここに自衛隊への物資輸送のための下原駅という貨物駅が設置されていた。東日山公園駅はや山川丘駅と同様にホームが大きくカーブしている。東日山公園駅を出発するとほどなく入間市駅に到着する。毎年11月3日の入間航空祭開催時は 同駅折り返し列車が運行される。なお、入間市駅には上下線間の渡り線が存在しないため、折り返し列車は次の物資駅の中線を利用して折り返す。また、米軍ジョンソン基地跡地の影響により、入間市駅を過ぎるまでは市街地を一望できない。入間川橋梁を渡る6000系入間市駅を出ると、列車は築堤の上を走り、 国道16号線と霞川を渡る。一瞬ではあるが、入間市市街地が望め、駅前の高層マンションや各種商業施設が望める。霞川を渡り終えるとすぐ切り立った崖に沿って、急カーブを描きながら走る。そのため、進行方向右側の眺めは大変よく、ほんの一瞬だが、車窓の窓一面を空が閉める。崖を下ると、 クロス貨物駅の後を通り抜け、国道299号バイパス、県央道をくぐり、物資駅に到着する。この区間は、進行方向左側に、火事給料が見えるため緑にあふれている。また、線路が直線的なため、比較的高速で走る。対比、折り返し用の抽選がある、物資駅を出発すると、 地区を走り、右側に大きな団地を眺めつつ、入間川を渡る。この入間川橋梁は、池袋線の橋梁の中で最も長い。入間川を渡る際、進行方向左側には使用されていない旧、入間川橋梁が錆びた姿をさらしている。また、北側の河原ではかつて明けぼの像の足跡化石が見つかったことがある。 入間川橋梁を渡りきると2009年8月に最友人化されるまで池袋線唯一の無人駅であった元梶駅に到着する。同駅からはかつて入間川に向かう貨物線が伸びていた。駅前は駿河台大学へのスクールバスが発着するのみで普段は換算としている。元梶駅を出ると畑と住宅地の中を走り、 やがて JR 八高線と交差し、くぐり抜けると上下線が分かれる。変電所が見えてくるあたりで、未成線となった、短絡線の建設予定地が分かれていく。このあたりでは、緩いカーブを描きながら、高速で走行する。しばらく行くと、東半応駅方面からの単線の線路が合流し、半納駅に到着する。半納駅で、運転系統は二分されている。 反応駅から、阿賀野駅方面に進行するには、方向転換が必要となるため、特急などの反応駅伊勢への直通列車は、同駅で進行方向を変えて、東反応駅へと向かう。阿賀野駅方面へ進路を取ると、所沢方面の伏線の線路と分岐して、単線となり、北向きに急カーブで進路を変え、東反応駅に入る。ホームの西側には、 線路一本分の土地があり、反応短絡線との合流用とされていた。今後この土地を使う予定はない。東反応駅は、八甲線との乗り換え駅だが、反応駅より圧倒的に利用者が少ない。その上、西部と JR の改札は分離されていて、乗り換えるには一旦改札口を出る必要がある。平日の朝夕ラッシュ時には、 八甲線との乗り換え客で賑わうが、土曜、休日、平日早朝には、ハイキング客が改札を出入りする光景も見られる。東反応駅を出ると線路は再び急カーブとなり、北西に進路を変える。カーブを抜けて、すぐのところに歩きた反応信号場から、再び伏線となる。武蔵川丘信号場から、線路は再び単線となり、 武蔵ヶ丘車両を研修場に分岐する。この区間が伏線なのは、武蔵ヶ丘への回送列車が通り運転本数が多くなるからである。阿賀野駅に到着する直前に、池袋線では唯一のトンネルである鎌倉坂水道を通る。なお、同区間は発車メロディの設備がないため、車掌乗務列車では、車掌の手笛による出発ワイズが行われる。 池袋線の運転系統は、反応駅を境に、池袋駅反応駅間と、西武秩父線を含む反応駅西武秩父駅間の二つに分かれている。池袋駅西武秩父駅間を直通運転するのは、特急、秩父と、土休日の S トレーンのみである。以下では主に、池袋駅反応駅間について述べる。反応駅阿賀野駅間は、 西武秩父線の項も参照のこと。基本的に、速達列車が、途中駅から、各駅停車となる郊外電車型の停車パターンである。各駅停車は、日中1時間あたり1本の池袋駅、反応駅間の列車以外は、基本的に、池袋駅都島線都島園駅、石寺公園駅、宝谷駅、清瀬駅,駅、所沢駅、小手差し駅、鞘山線。 西武球場前駅のいずれかの駅との間の運転であるため、小手差し駅反応駅間は、急行快速、準急が、各駅停車の役割を果たす。速達列車であっても折り列車で、異延各駅停車となる区間では、各駅停車として案内されている。平日朝ラッシュ時は、速達列車の停車駅を千鳥配置にする千鳥停車を採用することで、 各列車の混雑を分散するように配慮されている。そのため、多様な停車パターンの多数の列車種別が運転されている。反応駅では、西部秩父方面の普通電車と池袋駅発着の、急行、準急または福都新線直通の快速急行との、相互接続が考慮されている。また、練馬駅では原則として、福都新線、 有楽町線直通電車と池袋駅、豊島園駅間の普通電車との接続が考慮されている。このほか2016年4月17日より、西武4000系一本を改造した、旅するレストラン52席の私服が、土曜、休日を中心に、年間100日程度、池袋駅、または、西武新宿線、西武新宿駅から西武秩父駅まで、 一往復運行される。ただし、所要時間は通常と比べて長くなっている。2017年以降は、夕方のみ、池袋線池袋駅から、反応方面へ向かい、池袋駅へ戻ってくるコースも用意された。2020年3月14日、ダイヤ改正時点での日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。なお、 印を付した阿賀野駅西部秩父駅間は西部秩父線であるが上述のように運行系統は反応駅阿賀野駅間と一体化しているためまとめて記す特急秩父1969年10月14日のダイヤ改正で新設池袋駅反応駅西部秩父駅間を運転する有料特急平日の定期列車で唯一西部秩父線への 直通運転を行う種別であり、池袋駅と西武秩父駅の間を最短77分で結ぶ。以下の列車が運転されており、2020年3月14日のダイヤ改正以降は、すべて8両編成の 001K で運行されている。昼間は、秩父が毎日1時間に1本運転されているが、平日下りは16時以降、と休日の上りは14時以降、 下りは15時以降より、武蔵も運転されている。池袋駅では、特急専用ホームから発車する。夏休みなどは一部列車が、かつての停車駅である、足が母駅、11月3日の入間基地航空祭、開催時に、東海山公園駅、9月の近着での、万寿下下シーズンに、高来駅へ、臨時停車する。なお、 1976年から1993年12月5日までは、西部新宿駅西部秩父駅間の運転。1993年12月6日から2003年3月11日までは、池袋駅西部秩父駅間の運転の奥秩父が存在した。また、反応駅行きの武蔵を延長運転し、西部秩父駅行きとした武蔵が、 臨時ながら設定されていたこともあるが、2016年3月26日実施のダイヤ改正で金曜日のみ、池袋駅発22時台の反応駅行き、武蔵一本が西部秩父駅行きに延長された。路線図で示される種別カラーは赤色で、英文種別表記は、リミテッド EXP。列車番号は1桁か2桁が与えられる。 エストレーンエストレーン2017年3月25日のダイヤ改正で新設。4万系を使用する西武鉄道発の有料座席指定列車で、平日は通勤輸送を目的に東京メトロ、有楽町線と四洲駅小手差し駅間、土休日は観光輸送を目的に横浜高速鉄道港未来線、東急東横線。 東京メトロ副都心線を経由して、元町、中華街駅、所沢駅、小手差し駅、反応駅、西武秩父駅間で運行する。快速急行朝方に運転される、反応始発の快速急行 F ライナー、快速急行特急料金、座席指定券不要の列車としては最速達種別となる。路線図で示される種別カラーは、 紫色で、英文種別表記は、ラピット EXP である。また、2008年6月14日のダイヤ改正に、備えて、新101系、新2000系、6000系、9000系、2万系、3万系の通勤者、両前形式で、字幕式行き先表示器の交換や LED 式、行き先表示器のロム書き換えが実施された。旧字幕では、 快速部分が水色地に白文字、急行部分が赤色地に白文字となっていたが、新字幕およびフルカラー LED 表示器では紫色地に白文字、三色 LED では無点灯の地に赤文字の表記となっている。なお2016年3月26日以降、F ライナーとして運転される列車で、東急車と西部車は紫色地に、 緑の F と白文字で表示される。また LED 表示器などで表示できるスペースが限られる場合は階級と略される。列車番号は1000番台が与えられる。地下鉄副都心線直通系統ここでは平日午前中下りに設定のある有楽町線からの直通についても記述する。日中に反能駅小手差し駅から西部有楽町線経由で 福都新線へ直通する。池袋線池袋駅発着の快速急行及び、急行、通勤急行が練馬駅を通過するのに対し、地下鉄線直通の快速急行は、急行、通勤急行より、速達の種別でありながら、保安装置の切り替え及び、池袋線池袋方面との接続の利便性を、図るため、練馬駅に停車する。 2020年3月14日、改正前までは、西部有楽町線新桜台駅に停車していたが、同改正より通過するようになった。福都新線方面は、平日上りと、と休日下りのそれぞれ一本以外は、福都新線内急行、東横線内特急で運転され、2016年3月26日のダイヤ改正以降このパターンの列車は、 F ライナーの愛称がついている。有楽町線方面は地下鉄内各駅停車で平日午前中降りのみついたち2本設定されている。ダイヤ乱れによる運用変更などにより上り列車が運転される場合もある。池袋線池袋方面との接続は2016年3月26日ダイヤ改正以降上下とも練馬駅で重量編成の準急と 接続する形が取られた。また、小手差し駅発着の列車は、小手差し駅で、反応駅発着の各駅停車に接続する。なお、2019年3月16日改正から2020年3月14日、改正前までは、小手差し駅発の上りの一部列車が、反応駅発の各駅停車との接続がなされて、いなかった。なお、2019年の改正以降、 土曜、休日ダイヤのみ、所沢駅始発の上り快速急行が2本、設定されたが、このうちの1本は、ひばりが丘駅で後続の特急列車に追い抜かされる。また、所沢駅終着の F ライナーも平日夕方に1本、設定された。急線経営による、ひばりが丘駅始発の快速急行小手差し駅行き、池袋駅発着系統を吹都心線、直通系統とは異なり、 練馬駅を通過する。2020年3月14日、改正時点では、反応発池袋業が、通勤池へ、車両重量編成で平日朝に上り2本、設定されている。ひばりが丘駅で、通勤準急池袋駅行きと福都新線、直通快速元町、中華街駅行きに、石神井公園駅で、有楽町線直通各駅停車新木場駅行きに、連絡する。 また、土休日の夕方には通勤系、車両8両編成で上り西部秩父駅発、池袋駅行きが1本設定されている。池袋駅発着及び西部秩父線、直通系統の快速急行は、長らく平日は朝ラッシュ時と昼間を中心に、池袋駅半応駅間で特急の、補完的な列車として、土休日は、降落列車として、秩父方面の列車が、 数多く運行されていた。しかし、2013年3月16日改正で、福都新線直通の快速急行が設定された。一方、平日日中の池袋駅発着の快速急行は、すべて急行へ格下げされ、土曜、休日の秩父鉄道方面の列車も、朝折り2本と、夕方1本に減便され、池袋駅発着の快速急行は激減した。 2020年3月14日のダイヤ改正で、秩父鉄道線直通の快速急行が、池袋駅反応駅間運行の急行に置き換わる形で廃止され、秩父鉄道直通列車はすべて、反応駅長泥駅、三部口駅間での運行となるため、池袋発の定期快速急行列車及び、池袋駅反応駅間における4000系の、 定期旅客運用は改正前最後の休日となる、同年3月8日をもって終了した。休校日中は、池袋駅反応駅間で、毎時2の3本運行される。池袋線の中心的種別で、池袋駅反応駅間で終日運行されるほか、夜間上りの一部には、小手差し駅発池袋駅機もある。また野球開催時は、 西武急条前駅発池袋駅行きの列車も設定される。大半の列車において、石神公園駅やひばりが丘駅での確定、準急、通勤準急と、西所沢駅で、狭山線確定と、飯能駅で、西武秩父線直通確定との接続が考慮されている。平日朝の下り日本は、所沢駅で、平日日中の下りは、入間市駅で、 全日夜の下りと、土休日反応17時発の上り1本は、入間市駅で、それぞれ特急の待ち合わせ、朝の上り2本は、小手差市駅及び、石神公園駅で特急の通過待ちを行う。基本的には10両編成だが、土休日ダイヤなど、終着駅での折り返し前、または、後が、各駅停車になる場合は、8両編成での運転となる。なお、 定期列車としては、西部有楽町線を経由して、副都心線、東急東横線方面に直通する列車は、存在しないが、臨時列車として設定されることがある。この場合、通常の急行は通過する練馬駅は停車することになる。2020年3月14日のダイヤ改正で、秩父鉄道線直通の快速急行、急行は、 池袋駅反応駅間運行の急行と、反応駅長泥駅、三部口駅間運行の秩父鉄道線直通の各駅停車に置き換わる形で廃止され、秩父鉄道直通列車はすべて、反応駅長泥駅、三部口駅間での運行となるため、同時に、池袋駅発の急行列車の反応駅伊勢への運行及び、池袋駅反応駅間での急行列車の4線 系による定期運用は終了した1990年に反応駅で系統が分割されるまでは、西部秩父駅まで運転する列車が多数あったが、系統分割後は大幅に減らされた。駅構内の路線図で示される種別カラーは、大々色で、英文種別表記は EXP である。旧字幕並びにフルカラー LED では、赤色地に白文字で、 新字幕では、大々色地に白文字で、三色 LED では、無点灯の地に赤文字で表記される。列車番号は2000番台が与えられる。通勤行は朝ラッシュ時の上り6本のみ、運転される通勤急行略称は通、通急平日朝、上りのみ、重量編成を用いてすべて、反応駅発池袋駅行きで6本運転される。快速とともに、 千鳥式運転を行い、反応駅、所沢駅間は各駅に停車し、所沢駅を出ると、東久留米駅、宝屋駅、大泉学園駅、石寺井公園駅の順に停車するが、快速や急行停車駅のひばりが丘駅は通過する。反応初七時台の一本は、石寺井公園駅で特急の通過待ちを行う。すべての列車が、宝屋駅で、 ひばりが丘駅で追い抜いた有楽町線直通、新木場駅行きに接続するほか、3本が、石寺井公園駅で始発の確定池袋駅行に、1本が、石寺井公園駅で副都心線直通快速元町、中華街駅行に接続する。ダイヤそのものは1970年代から、すでに存在していたが、当時の池袋線関係の列車種別は、 平日の定期ダイヤの場合だと、特急、急行、準急、各駅停車のみだったため、現在の、通勤急行という種別が設定される前は、ひばりが丘駅には停車しない急行や、朝だけ、東久留米駅、宝谷駅、大泉学園駅に停まる急行といった表現で、利用者は解釈していた。路線図で示される種別カラーは、黄色で、英文種別表記は、 exp である表示色は、旧字幕では、通勤が白色地に赤文字、旧行が赤色地に白文字となっており、新字幕では、黄色地に黒文字で、三色 LED では、無点灯の地に赤文字、フルカラー LED では、オレンジ色字に黒文字で表記される。表示できるスペースに限りがあるときは、通級と略される。 列車番号は2500番台が与えられる。快速町、夕方に、池袋駅発着及び西部有楽町線経由で、有楽町線、副都心線直通で設定されている系統。副都心線直通としては通勤種別として、F ライナー快速急行に代わって運転される。副都心線内は主に通勤急行、東横線、 港未来線内は主に通勤特急として運転されている。重量編成が大半であるが、池袋駅発着の確定となる運用を持つ場合や、福都新線、東横線、港未来線内を確定として運転する場合などは8両編成で運転される。上下線ともに有料列車を除くと、大半の場合池袋駅、小竹向原駅、所沢駅間で先着するが、 上下線の大半の列車は、所沢駅、清瀬駅あるいは、ひばりが丘駅で、特急退避を行うほか、平日朝に、清瀬駅で、快速急行の通過待ちを行う。地下鉄直通は、朝上りは、練馬駅で、豊島園駅発池袋駅行き確定に接続し、夕下りは、同駅で、池袋駅発準急の接続を受ける。池袋駅発着は、 設定時から長年、平日夕方時の下りに、池袋駅小手差し駅間で運転されていた。2010年3月ダイヤ改正で、と休日の夕方以降の下りは23時台の3本を除いて休行または準急に編入される形で廃止された上、と休日は池袋駅西部球場前駅間運転の列車も設定された。 2012年6月30日のダイヤ改正では、夕方下りの通勤準急を格上げする形で1時間2本から4本へ増発されたが、上りは夜間の所沢駅発21時以降の列車が準急に格下げされている。一方、地下鉄線直通は2001年12月のダイヤ改正から停車駅に練馬駅が加えられたことで、 反能駅発着の有楽町線直通列車の中心的種別として終日運転となった。その後、2008年6月14日の福都新線開業と同時に多くが福都新線、渋谷駅発着へシフトしたが、2013年3月16日改正で、日中の福都新線直通の快速が、 快速急行へ格上げされたため、池袋駅発着を含め再びラッシュ時中心の種別に戻っている。なお、東急東横線、港未来線の相互直通運転開始発表当初のプレスリリースには、西部線内快速副都心線内急行、東横線、港未来線内特急という形態となっていた。また、 土休日夕方土器の運転が3年ぶりに復活し、池袋方面からは小手差し駅行き、地下鉄からは飯能駅行きが各2本ずつ運転されている。同時に、校舎では練馬駅で準急の接続が復活している。さらに2017年3月25日ダイヤ改正では土休日ダイヤで池袋駅発17時台の準急所沢駅行きを 快速反応を駅域に変更させたほか、一部の上り列車で特急の時刻変更及び S トレーン運転開始に伴い F ライナー快速急行を快速に格下げする形で増加している。それ以降のダイヤ改正においても、等種別の増減を繰り返している。路線図で示される種別カラーは濃い水色で、英文種別表記はラピッドである。表示色は、 旧字幕でも新字幕でも水色値に白文字だが、両者では若干濃さに違いが見られる。また、フルカラー LED 表示器でも水色値に白文字、三色 LED 表示器では無点灯値に緑文字で表記される。列車番号は3000番台が与えられる。東急5 0 5 0系4000番台による、快速西部球場前駅行き通勤準急9000系による、 通勤準急1980年3月17日のダイヤ改正で新設。略称は通順。平日朝、上りのみ、重量編成を用いてすべて小手差し発、池袋駅で6本運転される。急行及び快速急行と千鳥停車となっており、小手差し駅を大泉学園駅間の各駅と練馬駅に停車し、快速及び急行。 快速急行停車駅の石地移行園駅は通過となる。福都新線の開業で一部の快速が福都新線直通へ移行したため、その接続確保のために練馬駅の停車を開始したという経緯を持つ。なお、現行のダイヤでは、通勤準急池袋駅機は有楽町線直通確定と接続し、福都新線直通快速は前述の通り、 豊島線からの確定池袋駅機と接続する形に変更されている。ひばりが丘駅で快速急行や急行と待ち合わせをする。この種別の運転される時間帯は池袋駅行きの準急は運転されない。有楽町線、副都心線直通のみ準急として運転される。九百八十年の設定当初の運転区間は池袋駅寄生区間で、 1990年以降、所沢駅、小手差し駅へと延長された。かつては、反応駅発の朝の上り一本のみ、また野球開催日には、所沢駅行きを延長する形で、西武球場前駅行きが、さらに平日の朝一本は、西武秩父駅行きが運転されていた。下りは運行開始当初は17から19時台に1時間4本。 運転され、2005年3月17日のダイヤ改正では、平日朝の時間帯に、2008年6月14日のダイヤ改正では21時台までそれぞれ運転時間帯が拡大されたが、2012年6月30日のダイヤ改正で、下りの通勤準急はすべて廃止となり、準急や快速に置き換えられた。路線図で示される種別カラーは、 青色で、英文種別表記は、COM、コム、セミ EXP である。表示色は、旧字幕では、通勤が、白色地に、緑文字、純急が、緑色地に白文字となっており、新字幕およびフルカラー LED 搭載者では、青色字に白文字、三色 LED 表示器では、無点灯地もしくは黒字に、緑文字で表記される。表示できるスペースに限りがあるときは、 通順と略される。列車番号は4600番台が与えられる。準急限価地駅に停車する、準急終日池袋駅所沢駅、反応駅間で運転されるほか、朝や夕方には、池袋駅西部球場前駅、小手差し駅間や有楽町線、福都新線直通列車も運転される。料金不要の優等列車としては、 最も多く設定されており、池袋駅石寺公園駅間では、快速急行や急行などを、石寺公園駅以前では確定を保管する。平日ラッシュ時の福都新線直通誘導列車が、主に快速で運転されるのに対し、土休日は主に準急として運転される。下りは福都新線急行あるいは通勤急行東横線。 港未来線急行以上の列車が多いが、上りの夕方以降は福都新線各駅停車の列車が多い。その多くは、東横線、港未来線内も各駅停車である。この時間帯は、池袋線内各駅停車の一部が福都新線、東横線、港未来線内で速達運転する。所沢駅、小手差し駅発着は、野球開催時には、 西武急条前駅発着として延長運転、または建て替えされる。地下鉄線直通列車は全列車が小竹向原駅で種別を変更し、有楽町線内では確定として、副都心線内では休行または確定として運行される。また、平日朝の小手差し駅行き一本が西武秩父駅行きとして延長運転する日があり、その場合は、 小手差し駅で全2両を切り離す形となっていたが、2016年3月26日改正で、池袋駅発8時台の各駅停車小手差し駅行きが延長運転対象となったため消滅した。早朝、深夜以外のほとんどの列車が練馬駅以西の対比駅で、特急 S トレーン、快速急行、急行に抜かれるため、速達列車としての役割は低い。 地下鉄線直通を含め重量編成の運転が基本であるが、急行、快速急行、快速と同様、車両運用の都合で折り返し前後が各駅停車になる場合や福都新線、東横線、港未来線内を確定で運転される場合は、8両編成で運転される。なお、人身事故、隠しトラブルなどでダイヤが乱れている場合、 本来は通過する練馬高野台駅、中村橋駅間に停車する準急を運行する場合もある。かつては、清瀬駅、宝屋駅発の準急池袋駅機も定期ダイヤで、少数ながら存在していたほか、1990年までは定期ダイヤで、西部秩父駅まで運転する列車も存在していた。2019年3月16日ダイヤ改正で、 このうち宝屋駅発着列車は平日ダイヤの午前中のみより一本が清瀬駅発準急池袋駅行きは土日ダイヤの二十時台一本がそれぞれ復活した。また2020年3月14日のダイヤ改正では日中時間帯の新木場駅発宝屋駅行きと小手差し発の新木場駅行きが準急に格上げされた。また平日深夜上り一本のみ 宝谷駅発池袋駅行きが復活している。1993年12月6日のダイヤ改正以前は練馬駅を通過しており、朝の上りと一時期存在した下りと島園駅行きのみが練馬駅に停車していた。地下鉄線直通列車は2008年6月から11月までの短い期間に有楽町線内準急の列車も設定されていた。 路線図で示される種別カラーは緑色、英文種別表記はセミ EXP である。表示色は旧字幕でも新字幕でも緑地に白文字だが、両者では若干色合いに違いが見られる。また、フルカラー LED 表示器でも緑地に白文字、三色 LED 表示器では無点灯地に緑文字でと表記される。列車番号は4000番台が与えられる。 各駅停車池袋駅反応駅間の各駅停車は2013年3月16日より日中時間帯から夕方時間帯まで毎時上下各一本ずつ運転されている各駅に停車する主に池袋駅石神公園駅移線を直通する系統池袋駅都島線としまえ島駅発着系統有楽町線 福都新線石寺公園駅以前8着系統、反王駅西部秩父線西部秩父駅8着系統の4系統に大別される。池袋駅8着の各駅停車はすべて8両編成で運行されている。有楽町線直通はすべて10両編成。福都新線直通は大半が8両編成で運行される。 朝夕などは福都新線直通でも重量編成で運転される場合もあり、この場合は、ホーム有効庁の関係上、東横線、港未来線は急行以上の種別で運転され、その多くは福都新線内を通勤急行または急行として運転する。反応異北の系統は、反応駅西部秩父駅間運転の列車が大多数を占めるが、 反応駅や賀野駅間運転の列車が1往復設定されているほか、反応駅秩父鉄道線長瀞駅、三部口駅間直通列車が平日に1往復、休日に2往復それぞれ設定されている。横瀬駅で分割を行い、長瀞駅発着の列車は、西部秩父駅を通らずお花畑駅に停車する。一部列車を除き4両編成で運転され、 ワンマン運転を行っている。このほか野球開催日や12月の秩父夜祭りを、はじめ沿線で開催されるイベントに合わせ、通常運行されない区間への延長運転や、臨時停車が行われる。2016年3月26日ダイヤ改正以降、平日池袋駅発8時台の各駅停車小手差し駅は、西部秩父駅まで延長運転する日がある。 2012年6月30日のダイヤ改正では、それまで平日朝ラッシュの時間帯に運行されていた、有楽町線、福都新線直通の練馬高の大駅発着が、石寺公園駅発着に延長された一方で、日中の福都新線からの清瀬駅発着が、石寺公園駅発着に短縮された。また、この改正では、日中の有楽町線直通や、 西武球場前駅発着の準急が各駅停車へ格下げとなり、日中と平日夕方の練馬駅石地公園駅間の各駅停車の本数が1時間20本に増えた。さらに2013年3月16日のダイヤ改正で平日朝ラッシュ時に石地公園駅発の池袋駅機が新設された。一方で池袋駅方屋駅間の確定は、 石井公園駅、所沢駅、小手差し駅、反応駅発着などへ振り分けられたことで減少した。2017年3月25日のダイヤ改正で、S トレーン運転開始に伴い、日中時間帯に、清瀬駅始発、小手差し駅始発の各駅停車池袋駅機が、各一本ずつ復活したほか、一部列車で、発着駅変更を行っている。 2018年3月10日のダイヤ改正で、平日日中の池袋駅さや山線、西武球場前駅間に運行されていた列車の大半が、西所沢駅西武球場前駅間のさや山線内運行に短縮されたことにより、平日における池袋駅西武球場前駅間の各駅停車の運行は折り2本のみとなった。また、 と、休日ダイヤの日中時間帯で、新木場放屋駅間を発着する一部の列車が、清瀬駅まで延長されている。なお、現行ダイヤでは、日中上りの秋津駅、椎名町駅間の各駅で、確定が、池袋駅への先着列車となるパターンが、発生している。また日中下りでも、椎名町駅、元梶駅間の各駅で確定が、 反応液への先着列車となるパターンも存在する。路線図で示される種別カラーは灰色で、英文種別表記はローカル。表示色は2008年4月頃までの旧字幕時代は普通表示でコミ色地に白文字となっており、新字幕では確定表示で灰色地に白文字。フルカラー LED 表示器も字幕と同様の色が用いられているが、 三色 LED 表示器では、無点灯の地に、橙々色の文字で表記される。列車番号は5 0 0 0 6 0 0番台が与えられる。これとは別に、下り方面の速達列車は、通過運転を終えると、駅の接近放送や、発車案内表では、確定として案内される。車内の案内放送や LED 表示器、およびスマートフォンアプリ、西武線アプリでも、 確定に変更されるが、車両の案内表示は、車内外ともに優等種別のままとなる。上り方面の有楽町線直通列車も、かつては、練馬駅から、確定と、案内されていたものの、福都新線渋谷方面開業で種別切り替えが、煩雑となることから、小竹向原駅まで、種別案内を変更しないこととした。ハイキング急行横瀬駅イベント開催時の、 臨時列車のヘッドマークとして付けられていた1969年から1980年まで、愛称を使用。池袋阿賀野間で休日運転されていた急行、小丸、伊豆ヶ岳が、前身で、1969年の西部、秩父線開業に伴い西部秩父駅まで、延長された際に、奥、秩父、奥武蔵の愛称に解消されたのが起源となる。停車駅は、 奥秩父が池袋駅、所沢駅、反応駅、阿賀野駅、小丸駅、足学久駅、西部秩父駅で、奥武蔵は反応駅、西部秩父駅間が各駅停車。これらの列車は当初はハイキング急行もしくは不定期急行と呼ばれており、ヘッドマークも掲出されていたが、1973年の改正で奥秩父が消滅。さらに1980年には、 快速急行に種別が変更。愛称名も1980年代後半には使われなくなった。通勤快速1988年から2001年まで運行。1988年に登場し、平日はサラッシュ時上り一本のみ設定されていた。当時は、所沢駅から池袋駅への一極集中により、通勤準急や、 通勤急行で、石神公園駅やひばりが丘駅の拠点駅を通過する、千鳥式運転でもさばききれず、遅延や途中駅での積み残しが向上化していた。設定当初は、所沢駅池袋駅間での運転で、池袋にラッシュピークを迎える時間に到着する、急行に続行する形で運転を行っていた。 この急行の分散を目的としていたため、急行停車駅の手前駅に停車するのが特徴で、この取り組みは NHK モーニングワイドに取り上げられた。後に小手差し駅始発に繰り下がり、1993年12月6日のダイヤ改正時に反応駅始発に、1998年3月26日の ダイヤ改正で再び小手差し駅始発となり、同時に東久留米駅にも停車するようになったが、2001年12月のダイヤ改正で消滅した。英文種別表記はラピッドで快速と同じだった。また、種別表示色は、旧字幕では通勤が白色値に水色の文字、快速が水色値に白文字であった。また、 三色 LED 表示器では、無点灯の地に、緑色の文字で、順級や、快速と同じであった。なお、近年、新2000系などで更新された、新字幕では、通勤快速は、削除、種別表示部分は、廃島快速に変更され、種別と行き先が一体の新2000系3000系の側面表示部分は空コマとされた。また、 表示できるスペースに限りがあるときは通り回答略された。区間順給1998年から2003年まで運行。池袋駅練馬駅間のみを通過運転する種別で平日の朝の上下列車に設定された。1998年3月26日のダイヤ改正で有楽町線直通列車設定に伴い、 池袋駅への直通列車が大幅に減少した中村橋駅、藤見台駅、練馬高野台駅から池袋駅への利便を図るために設定されたが、2003年3月12日のダイヤ改正で消滅した。運転区間は池袋駅、所沢駅、小手差し駅、飯能駅、西武秩父駅間で基本的に重量で運転していたが、西武秩父駅業のみ、 小手差し駅で前の2両を切り離していた。種別表示色は、旧字幕では、区間が黄色地に黒文字、準急が緑色地に白文字であった。また、三色 LED 表示器では、無点等の地に緑色の文字で、快速や準急と同じであった。なお、新2000系などで交換された新しい字幕でも、区間準急は削除されず、 旧幕時代にはなかった尺字公園域や、方屋域などの表示が追加されている。新しい表示は、黄緑色字に白文字、英文種別表記は S、S m EXP となっている。また表示できるスペースが限られるとき、区順と略していた。なお3000系には、区順幕が装備されておらず運用に入ることは、なかったが、2008年の幕交換時に空駒部分に、 追加された。現在でもダイヤが乱れて、池袋線と西武有楽町線の直通を中止した時に、中村橋駅、富士見台駅、練馬高野台駅に停車する列車の本数が激減することを救済する目的で、順急が練馬駅から確定に変更されたり、上りの地下鉄直通、確定が練馬駅から池袋行、 準急に変更されたりすることがあるが、基本的に、区間準急としては案内されない。なお、池袋駅、練馬駅の発車案内表で、区順と表示され、区間準急池袋駅が重量編成で参ります。などと、自動放送が流れることもあるが、車両側には表示されない。特別料金不要の一般列車に使用される車両は、 新2 0 0 0系や6 0 0 0系が導入される1990年頃まで1977年以降2 0 0 0系の導入が進んでいた新宿線とは対照的に3度ア車が大半であった。しかし新1 0 1系3 0 1系や3 0 0 0系などの3度ア車が全廃されたこと、4 0 0 0系の反応糸の運用が消滅したことなどから、 2020年現在では、特急や、旅するレストラン52席の私服を除き池袋、反応感は、すべて4度ア車での運行となっている。6 0 0 0系は2008年6月14日の、ダイヤ改正以降は当選池袋発着の運用が、大幅に減少したが、2010年3月ダイヤ改正で、地下鉄直通運用の見直しが行われた結果、常時1から2本程度が、 西武線池袋発着の運用へ入るようになった。優等列車は基本的には重量編成の運用だが、地下鉄直通や土休日は8両編成の運用もある。新2000系、3万系では8両と2両を連結した重量編成で運用されるが、不定期に運転されていた準急の西武秩父行きを、除き増解決は行われず、 原則重量固定編成として運用される。なおこの場合は、反応よりに2両を連結するため、当選所属の2両編成には、女性専用車両のステッカーが貼られている。東京地下鉄、東急電鉄、横浜高速鉄道からの乗り入れ車両には、重量編成と8両編成があり、重量の優等列車を中心に反応まで乗り入れる。原則として、 西武線、池袋練馬間には入らないが、ダイヤ乱れによって、有楽町線、副都心線との直通運転が中止された場合に、同区間を走行することがある。重量編成は、有楽町線と副都心線の両方から乗り入れる。副都心線方面では、西武六線系同様、西武線から港未来線までの全区間を優等列車として運転するのが主体である。 一方、八両編成は副都新線方面のみ、乗り入れる。反応まで乗り入れるものは少なく、日中は、石神井公園と法屋まで、それ以外の時間帯も多くは小手差しまでの運転である。西武線内での優等扱いは、朝と夜間に、下りの準急、快速、快速急行が、上りは、準急、快速の運用が数本あるが、西武線から、港未来線までの、 全区間を各駅停車で運転する列車が主体となっている。西武線のほか同じく有楽町線、副都心線と相互直通運転を行う東武東上線にも乗り入れており、西武線直通列車の折り返しが東上線直通列車となる運用もある。東武鉄道の車両は西武線への入線に対応していないため乗り入れない。同様に西武線の車両が 東場線に入線することも不可能である。どの列車がどの車両で運転されるかは、マイライン、東京時刻表の列車番号欄にて判別ができる。列車番号末尾アルファベットの M が西武6000系、4万系50番台、S が東京地下鉄所属車両、K が東急、横浜高速所属車両となっている。なお、列車番号が6桁の数字で、 表記されている、東横線、港未来線では、上3桁が、運用番号で、100番台が、西武6000系、4万系50番台、700番台が、東京地下鉄所属車両、000番台が、東急、横浜高速所属車両となっており、例えば、02M の場合は、東横線、港未来線では、102となる。 2013年3月16日改正ダイヤでは、東京地下鉄所属の10両編成1本及び、東急所属の10両編成1本をののが、武蔵川岡車両基地で、東急、横浜高速所属の8両編成1本が、清瀬駅で、それぞれ夜間留置となる運用が組まれている。逆に、西部6000系は、東京地下鉄の和光建区 新木場車両基地及び東急の元住吉県社区で一本ずつが夜間留置となる運用が組まれている。2019年3月16日の改正で夜間の清瀬行列車が石神井公園行に変更され、これに伴い夜間留置場所の石神井公園駅の電流線に変更された。東急5000系、5050 50系と横浜高速鉄道 Y500 系は、 2013年3月16日に開始された福都新線経由による東急東横線、港未来線直通運転に充当される車両で、東急5 0 5 0系は直通運転開始に先立って2012年7月に池袋線内で試運転が行われ、同年9月10日より営業運転を開始している。編成の扱いは他社直通車両と同じである。 501系以前の車両は省略。本路線には、平日朝の通勤、通学時間帯において、女性専用車が設定されている。女性専用車には、女性客だけではなく以下のいずれかに該当する、男性客も乗車可能である。ダイヤ乱れなどが生じた場合には、女性専用車の設定を取りやめる場合がある。副都心線直通列車の8両編成にも、 設定されているため、新桜台練馬小手差し館では、8両編成の最後尾乗車口付近に緑色の案内表示がなされている。重量固定編成のほか2000系、3万系の2両編成は、原則反応よりに連結されるため、専用ステッカーを掲示している。2013年3月16日に副都新線を、返した、東急東横線。 横浜高速鉄道港未来線との相互、直通運転が開始され、各鉄道会社間で、女性専用車両の実施内容を統一するため、設定時間が拡大された。2020年度の朝ラッシュ時再混雑区間は、椎名町池袋間であり、ピーク時の混雑率は109%である。混雑率は1993年度まで200%を、 れ当時の混雑率は、民鉄路線で最も高かった。1994年に、西武有楽町線の全線が、1997年に、都営地下鉄大江戸線の練馬新宿間がそれぞれ、開業して、都心方面へのバイパス路線となったことで混雑は、大幅に緩和され、2002年度に160%を、下回った。 福都新線が開業した2008年度は、西武線池袋方面の本数を削減した。反動で、混雑率が180%弱まで悪化したが、その後は、輸送辞任が減少した。近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した。年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した。 年度以前の最低値を緑色で表記している。池袋線では、2007年3月18日から、スイカとの相互利用が可能な IC カード、パスモを導入しているが、自動改札機が設置されていない、武蔵横手、東阿賀野阿賀野の,の各駅は簡易 IC カード改札機、その他の駅は自動改札機での対応となっている。ありがとうございます。